おやらなくちょ、笑っちゃった。やばい、笑っちゃった。やばい。まあ、ちょっとね、今日はね、安楽選手がね、パワハラをしたみたいなんでね。まあ、これ、パワプロじゃないですか。なんか似てるじゃないですか、パワハラとパワプロって。なんで、パワハラしていきたいと思います。まあ、安楽選手ね、まだ事実関係はできてない状態で動画撮ってるんですけど、すごい片言なんですけれども、まあ、ちょっとね、まあ、ここまで来ればね、ほぼ確定みたいな感じなのでね、今日はね、パワプロでパワハラしていきたいと思います。で、見てください。これ、安楽選手、不調でございます、今日の調子。なんですけれども、パワハラしてるような人には不調も何も関係ありません。しかも、先発で起用させていきます。もう今日はね、もう、何失点しても、もう何球投げても続投させる予定なのでね、もうしっかりとね、もうパワプロなりの制裁をしていきたいと思います。それでね、怪我はしないんでね、ちょうど炎上しないというね、そういう、線引きもできております。もう素晴らしいパワハラ。はい、OK。いやね、とにかくね、安楽選手面白い内容があって、取って、いやもう取れるだろ、お前。体張れろ、お前ら体張らせたんだからよ。一番面白いのは、なんか、後輩のね、局部をね、なんか、逆立ちで見せて、それをなんか靴下かぶせるみたいな、すごい面白い、面白い話があったんだけどね。そう、そんなね、逆立ちさせて局部ね、見せて靴下かぶせるなんて、それは私許せませんよ、当然。で、その人のね、局部がね、小さかったのかもしれないですけども、私としては許せないです、それ。で、それが特に許せないです。特に深い意味はないんですけども、それが許せないです。左中間、2点取ってもらった直後、ちょっと嫉妬でしたね、これすまん。で、そうですね、パワープロ的なね、安楽投手はね、まあまあって感じですね。まあでも、プロスピラとね、厳しいんで、かなりね、いい査定にはなってるとは思います。まあ基本的にはね、中継ぎで使うことになるんでね、ちょっとこの初見のね、サークルチェンジが結構強かったりするんで、それを投げていきたいよ。99% ぐらいの確率でね、初見空振りしてくれるんですよ、サークルチェンジ。さあ来たよ。皆さん準備いいですか？いきますよ。この前まとめ、上げましたよ。空振り三振。こんな感じでね、サークルチェンジがね、安楽投手かなりね、特徴的というか、まあ普通なんですけど、はっきり言うと。けどなんか空振りを取りやすいっていう球種になっております。はい、OK、いいじゃん。さあ、サイニングスもやっていきます。もうスタミナがね、なくなってもね、まだ投げさせる予定なんで、もうね、あとね、3分の1切ってる感じですけども、どんどんとね、力強いボール投げていくよ。まあ確かにね、現実だとある程度の成績残してますけれどもね、もうパワハラはね、さすがに許されないと、この時代。もうこの前宝塚もあったじゃないですか。で、命が落としてからではね、遅いんですよ。そういうことが起きてからじゃ。なんで安楽選手はね、しっかりとね、制裁を受けてもらって反省していただきたいですね。ただ、ナイスピッチャーね、不調なんですけど、結構投げやすいですね。さあ、この高めのサーチェン、これどうかな？空振り三振、2個目。だってこんな感じでね、サーチェンめちゃめちゃ強いんですよ。球持ち持ってるっていうのもあるんですけど、おお、うまっ！ナイスバッティン！ビックラポンショット出ましたんですけど、さあ、この球持ち持って、これは危ない。いや、危ね。なんでね、緩急がちょっと使えるっていう感じではなっているんですけども、空いてる人ね、レートもそうなんだけど、結構上手な方だったんだよね。なんで、こうちょっと粘り強くね、投げていきましょう。粘り強くね、もうパワハラしたやつに、ちょっと粘り強くも何もねえんだよ。お前、アプルヒめっちゃ流れる。やばい、これ。負けはね、もう勝敗なんて関係ない。もう、安楽の肩を、もうぶっ潰してでも絶対に反省させなければいけないという私の強い思いがあります、スタンドイン。まあ正直ね、中継ぎだったら全然強いんですよ。先発で使うからね、ちょっと打たれちゃってるんですけども、まあパワハラしたシーンはそんな関係ないです。もう先発で打たれようと中継ぎで打たれようと、そんな一切関係ないです。パワハラしてる人は悪いですから、これ。はい、オッケー。ユーマちゃん強いね。ナイスバッティング。さあ、かなり点は取っているんですけどもね、安楽もちろん投げさせます。もうジャンゼリ投げさせていきます。いいね。ナイスピッチャー結構出てる。いいね。ナイピさえ出せれば結構いいね。まあ相手は巨人っていうのもあってね、なかなか打ってくるんですけれども、いいね。外角のボール、球持ち持ってるが結構いいわ。だいぶ打たれてくる後、3人で終わればね、まだまだ分からないですよ、本当に。まあ球種はね、このサーチェンとスライダー3-3なんで、まあ調子が良ければね、全然化けるんですけれども、ただただシンプルなこの状態では結構厳しいですけど、いいナイスコブ。わわ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 わさあ、逆転もしたんでね、最終回やっていきたいと思います。もう、安楽にね、もう、くしくも勝ちをつけようと思います、今回は。今日はね、打撃の調子はかなりいいんで、7点も取れましたよ。いいね。前奏で押していく。もう、お前の肩がちぎれるまで投げるんよ、本当に。ね、パワハラはね、決して許しがたいことなんですけれどもね、まあ、こうやってパワプロならね、こうやって疲労を貯めて失点をさせてっていうね、こう嫌がらせができるんでね、ぜひ皆さんもゲーム内でね、ちょっとやってみてはいかがでしょうか、やってみてはいかがでしょうかって肯定できるようなことではないですけど、てか中地が強えわ。さすがのうまさありますが、安楽あと1点、耐えれるか、ね、いいボール、サードへのゴロ、よし、秋うまい。さあ、あと1人。いや、でしょ、いや、もうなんか、良くない対決で終わろうとしてね、最後。ね、なんか、どっちも不祥事を起こしてる対決。これは甘いボール、空振り、オッケー。どうせなら三振取りたい、最後。パワハラボール。来た。
出ます。サーチンだよね、やっぱり。行きます。インハイ、うーん、そういうか、ショート高いところ抜ける。パワハラ対決では暴力の勝ち。相手もなかなか強いね、本当に。もう集中集中、オッケー、いいスライダー、オッケー、ショートゴロ、詰まったあたり、パワハラが勝ち投手になりました。6失点完投ということで、皆さんね、安楽投手消えるかもしれないんで、今のうちにね、ぜひ使ってあげてください。ホワイトオフのフロピーでした。ありがとうございました。